はい、今回は学年文書の範囲を超えるような問題についてお話しします。3学期はもう新年度のことを考えないと手遅れになっちゃいますからね。手遅れになると1年間何も変わらないまま次の年迎えるってことになっちゃいますので、先手先手が大事になりますね。私が教務主任やった時は次の4つをシステムとして作りました。1つ目はいじめ、不登校、授業騒乱、学級崩壊ですね、家庭環境などの問題について。こういうのはね、担任一人で抱えるような問題じゃないので、学年文書の範囲を超えるような問題として扱っていました。二つ目が通常学級における発達障害の問題。三つ目が就学、学籍変更に関する問題。四つ目が学力低児童に対する指導の問題。なかなかね、これを位置づけている学校ってどうですか？ありますか？皆さんの学校はもうみんなで話し合う、この学力低位の子について機会ってありますか？私が教務主任の時は年4回この会議を持ちました。もちろん定義も必要です。学力定義の児童っていうのは学期ごとの師範テストの結果で C 評定、過去平均40点未満の児童のことを言います。で、Excel で関数作ってこういうふうに80点以上だと A ですね。これ B、C っていうふうに振り分けました。で、C がさらに C1、C2、C3、C4 というふうに分かれています。で、C 評定の項を分類して、再指導の基準っていうのも設定していました。A、B はこれ問題ないです。ですから40点以上取ってれば、まあ、まずまずっていうことです。学力定位とは呼ばないっていうことですね。で、40点未満については、さらに4つに分類してるってことですけど、C1、その時のね、点数の基準はこういうふうになっています。で、C1 っていうのはほとんど40点に近いっていう層。で、C2 っていうのは基本問題は全てクリアしているという層。で、C3 っていうのは寄せ集めで取ってるっていうね、層です。基本問題はきちっとできるっていうのが C2 で、寄せ集めってのはこうバラバラ、ね、点数集めて5点5点、あちこち5点5点で、なんとか、この25点以上を取ってるっていう層ですね。C4 っていうのはもう25点未満ってことで、これはほとんどできていないっていう層ですね。この C2 の基本問題っていうのは何かっていうと、師範テストの中にはもうせめてこれだけはできてほしいっていうね、問題ってありますよね。一番最初の簡単な問題とか、こっちの右側のね、最初に出てくるような問題。これテストを選ぶときに、この基本問題っていうの問題に印がついている。あるいは採点、教師の採点表にこれとこれが基本問題ですよっていうふうにね、マークがついているテストをね、選択すればね、一番いいと思います。じゃないとね、教師がいちいちね、これとこれが基本問題っていうふうに設定しないといけませんからね、これはあるとないので全然違ってくると思います。で、C2 はこれがクリアしていると。これとこれ集めて、なんとか25点以上取ってるってことですね。でも C3 というのはここができてなくて、この辺でこの辺で偶然当てて25点取っているっていうのが C3 ですね。文章で言いますと、 C2 は基本問題は確実にできるという場合を言い、 C3 は偶然に点数を集めて25点以上になっている場合を言うっていうふうに、これは C2 と C3 の違いですね。で、再指導の基準っていうのは C3 です。3とこのバラバラと C4、 25点未満は再指導が必要となるっていうふうに学校としても決めていました。それをしなければ次の学年で授業についていけなくなる、この可能性が高いと学校として判断する、ね、サポート会議で全体の会議で判断し提出報告してますからね。つまり責任は校長先生にあるっていうことですから、まあ、法的に言うと。それを授業の学校のシステムとしても、この学力定位の子に対する責任も校長先生にあるっていうか、全体として学校としてあるんだっていうことをシステムを作っておいたっていうことになりますね。というのが学力定位児童に対する指導の問題ですね。これは明らかに範囲を超えてますよね。だから年4回こうやって全体で会議を行うっていうことについてお話ししたんですけども、じゃあどういうふうにね、Excel の表で現れれるのかっていうのをね、ここに提示してみました。ここに C2、3っていうのがありますよね。ここも C2、3に該当する子、この子ですね。ここはもう C4 に該当する子で、下に名前も出てきます。こうやってね、で、全体の会議の場ではここは C2、3ね、40点いかなかった子ですから、会議の場で、いや、この子、まあ、一人一人ね、担任の、じゃあ次2年1組についてお願いしますって言ったら、担任の先生が、この子は C2、3になっていますけど、基本問題はクリアしてたので、C2
2、3じゃなくて C2 に該当するお子さんだと思います。普段の授業の様子を見てても、なんとかついていけるんじゃないかなと思いますとかっていうことを話すわけですよね。ここも2、3ですから学級担任がその解説する短い言葉でですね。ここはもう C4 ですからもう明らかにこれは再指導が必要なお子さんですから。どんな指導の手立てを取ったらいいかとか、どんなところでつまずいてるかっていうのをこう全体の場で報告するってことになりますね。この時はですね、全校で8名の子がこういうふうに C2、3っていうふうに名前が上がってきた子が8名いました。これ管理職がね、あるいは教務主任が、今うちの学校では低学力の子は何人いますよっていう明らかにできる。誰々さんと誰々君がね、今勉強授業についていけなくなってるんで困っている。困っているっていうのは先生もまあ当然困ってるけど、その子本人が困っているっていう状態なんだってことを職員全体が明らかにしておくと、学校が違ってきますよね。例えば廊下ですれ違った時のに声かけてあげる、元気とかってコミュニケーション取るとかね、それだけでも学力定員の子って、ね、救われると思いますよね。そういう小さなことも一人一人の教師が対応できるようになる学校っていうことになりますよね。ですから全体のまでね、把握しておくっていうのはね、非常に意味のあることだと思います。で、サポート委員会のね、仕事を役割を整理しますと、結果責任を取るために問題なし、要協議、要検査の判断を下すってことですね。問題ありませんというのは、この子はさっきも言ったように C2 に該当しますとかっていうふうに。要検査っていうのはこれなんか発達検査を受けた方がいいんじゃないかなっていうことを全体の場で担任一人がね判断するんじゃなくてここで判断していました。2つ目、協議の場では適切な授業方法、適切な指導方法、適切な指導体制を協議する。障害の疑いのある場合には別に会議を持つということですね。まあ、発達検査必要となれば別途会議が必要になりますからね。で、授業方法とかね、指導方法、指導体制については、これ、支援員つけた方がいいんじゃないかとかって、そういう話し合いの場にもなりますよね。それから3つ目は、解決の手段としては次のような対応を避ける。1、指導者不在の対応、宿題などを出すっていうことです。勉強できないお子さんですから、指導者不在の対応、宿題などをやっても、これは効果が少ないというふうに判断して、避けるっていう表現を使っています。2つ目は、自尊心を傷つける指導ですね。みんながいる前で張り付いて指導するとか、放課後居残り学習をさせるとか、そういうのも避けるっていうふうになってます。再指導の方法としては、この1、2は取らないということですね、学校として。地位評定から出した児童についても報告し、成果のあった方法については全体で共有する。C の子だけじゃなくて、出した子についても報告するということですね。で、その子はどうして、どんな方法を取ったら出したのかっていうのを、これも全体で共有しておくっていうことですね。何々君、最近勉強は頑張ってるねとかってね、さらにね、別の先生に声かけることもできますよね。そして最後は、研修として必要と思われるのは、研修部と連絡調整を図る。これだと、この子の指導については、もう今、ここ短時間ですからね、一人一人について、8人のお子さんについて話しますからね。もっと詳しく、研修の場が必要だ。どんな指導法が適切かとかね。あるいは効果のあった指導についても、これもっと詳しく知りたいって時は、別途連絡調整を図って研修の場でやる。それが研修の役割ですよね、本来の。研究ばっかりじゃなくて、研修っていうのも必要だっていうことで、研修の時間をそういうことにも使えるようにしていました。ということで今回は、学年分章の範囲を超えるような問題の学校のシステムについて解説しました。以上です。